アジア冬季競技大会は1986年以来ほぼ4年ごとにアジアで開催されている冬の国際総合競技大会である。下記アジア大会は1951年の初開催以来アジア地域におけるスポーツ振興に大きく貢献した。これを受けて1982年日本オリンピック委員会が同地域の冬季スポーツの発展を期して 冬季大会の開催をアジアオリンピック競技会に提案、1986年に第1回大会が行われたのがその始まりである。その後、ソビエト連邦崩壊に伴ってカザフスタンなどが加入、東南アジアや西アジアからの選手団の参加も増え、大会規模は徐々に拡大している。日本では、 1986年の第1回及び1990年の第2回大会と2017年の第8回大会が札幌市で2003年の第5回大会が青森県で開催された198619902017199619992003200720112011開催都市の一部 万里競技の決勝戦、アジア冬季競技大会の遠隔、日本オリンピック委員会、2020年6月23日閲覧。クウェートは、同国オリンピック委員会としてのエントリーは、なされなかったが、個人資格扱いでの出場である。他に、オセアニア国内オリンピック委員会から、オーストラリア、ニュージーランドの2カ国が、ゲスト参加という形で出場している。 2017冬季アジア札幌大会国、地域別参加エントリーについて2016年12月1日、アーカイブド2017年2月23日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。